お待たせ、待った。さっきぶり、さっきぶり、もうね、やっぱやりたいってなっちゃったよ。ごめん、ネタしとごめんな、アーカイブ見てっか。ごめんな。ちょっと待ってね、ツイートだけさせて。お、やりたくて仕方ねえよ、おいおいおい。ちょっと普段さ、結構ゆっくり、配信の2時間前からさ、なんかし始めたりするでさ、サムネ作ったりね。バタバタしちゃう。これをツイートする。うん、あー楽しみ、やりたかったの。始まるよ。いやもうごじったけどいい、全然しないもんね。よし、来た来た。よし、やるぞ。よし、ゲリラだけど割と準備はできてる。あと音量かな、音量忘れてた、くっそ。 A few moments later。 いやめっちゃウキウキ、もうね本当はこの日を楽しみにしてたんだよ、出るの。はぁ、 Wi-Fi 死にかけてないが、別にまだ本気出してないだけだが、私の Wi-Fi は。ちょっと待ってね。どこだ、今どの状態、どの状態なんだ。あー今ロード中か、ロード中だ。自分が邪魔で見えない、ほらロードしてる。はっ、来ちゃー、狸開発無人島。ちょ、私邪魔だよ、ちょ全部見えないじゃん。ちょっとどいて、どうしたら。はっ、音どう、音どう、めっちゃでかいな。うるさないこれ、ちょっと待って待って、うるさいやろこれ。無人島移住、無人島移住するぞ。来てるね、豆吉とつぶ、つぶらや、つぶら、つぶ吉かな、つぶ、つぶなんちゃら、つぶ吉、うい。一緒に来てくれるんですか。いいの、この暮らししてていいの。いうるさい、人によって違う。名前でそんなレディーに、そんな。よかろう、よかろうよ。名前は、これフルネームじゃないよね。あ、今どう、今まだ小さいか、まあ聞こえる、それぐらいか。うん、誕生日、下からの方が早いですね。 OK、誕生日覚えといてくれよな。なんだこの手は、なんだその手は、違うよ、見て、そうそう、私が立ててるのは1本。よしよし、うん、アンジュさん、アンジュさん、はい、どうも。ピンポン鳴った、違うか、もうやめろよ、音がややこしいわ。はい、確認できました、ザース、はい、まだ先か、自分、あ、そうそうそう、なりたい自分に、いいんですか。女の子、肌の色かは普通なんだよな、これがちょっと普通、よりかはじゃあ肌白かな。ちょうど配信画面に自分映ってるから分かりやすいな。これぐらいかな、これぐらいが今ちょうど私っぽいな。オッケー、イエーイ、はい、お願いします。あー、そっか、そう、島の前、結局どうしようと思って、うん、このピンポンの音びっくりするからやめてほしい。はいはい、季節の変化は、はい、待って、難しいことわかんない、なにこれ、なに、ちょっと待って、髪型、変えれるの、なに、終わりじゃないの、まだあるの、ちょっと待って、髪型、今ので変えれたの、ちょっと待って、嘘嘘嘘、戻ってよ。ちょっと待って、やり直せる、これやり直せるから、今落としたらやり直せる。髪型変えれるの気づかなかった、ねえねえ、今間違った、ちょっと
自分やり直しですか。いいっすか。じゃあもう一回、もう一回やろ、もう一回やろ、もう一回やらして。できるの。じゃあもう一回やろ。そこは大事だわ。ちょっと待って、今私の可愛い子ぶる時のくそ前話した JK ぶる時にリサとかいう可愛い名前にするみたいな私のサブアカがバレちまったようだな。私が可愛い女の子としてスプラトゥーンやマリカをする時用のサブアカの名前を見ちまったようだな。生かしちゃおけねえリサアカウントを見ちまったようだな。A few moments later. よし、じゃあこれでいい？行っちゃうよ、これで。知らないからね。行くよ。おいお待たせだな。ありがとうございますお願いします。はい、はい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 、なるほどね。南半球北半球ね、ここが分かんないんだけど。右半球北半球、右半球ってなんだ北半球と南半球って何、どっちがいいの。ああ、そういうこと。あ、じゃあ日本で。はい、うんうんうん、まあね、日本語ペラペラですわ。アンズさんには日本と同じ北半球の島への移住。オッケーオッケー。え、地図選べるんだ。え、でもリセマナとかいらないってこと。どの島、何笑ってんねん何がおもろいねん。笑うな、私を笑うな。すみません、大した違いもん。あ、なるほどね。え、でもさ、すぐなんか家となんかリサイクル屋さんが近い方がいいとかはないの。はーい、前ね DS の方でやってたの。え、何がいいんだ、ちょっと待って、何がいいんだ。 Many months later. じゃあ俺は左上の方を選ぶぜ。はいはーい、わーい、めっちゃ楽しみ。はい、僕たちの家も完全に私の生活に入ってこようとしている。お前彼かのやぞ。ええんかそれ。いいんやだ、どっちかとは付き合ってもらうぞ。ほんま新生活勝手に。おー、なんすか。え、彼氏、この中の、この中の何。明かりかな。寝袋はだって別にそこら辺で寝りゃいいし、危険じゃないじゃん。で、食料もそこをついちゃうわけだから、無限ならまた別だけどね。だから暇つぶしか明かりが良くて。明かりって何なんだろう。これも電池とかだったらまた別なんだけど、彼氏という名の明かりみたいな。俺じゃダメか。いや、お前でもいいぞ。暇つぶしって何なんだろう。それによらない。迷うよ。どうする、これで何が決まるんだろう。ちょっと待って。もう何が決まるのこれで。もうじゃあ、どうしようかな。あ、うん、いや、明かりだな。もうとりあえずファーストインプレッションは明かりでした。多分明かりの方が多分この中で一番知的な答えだから、知的な何かがもらえるんだよ。え、違ったあ、なんか正解とかあった、もしかして。はい、なんやねんなんやねんなんやねん、兆候したわ。お、謝れマジで。なんやい、今日意味ないんかい。アテンションプリーズ、お客様にご案内です。たぬき開発無人島でチャート、あ、来た、行かなきゃ。島の名前まだ決めてないぞ。はーい、はーい。え、ま、島の名前どうする。島の名前、島の名前どうしよう。グッドイブニングエブリワン、本日は無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。いいね、ご到着までの間無人島生活によるイメージ映像。おお、イメージ映像、エッチな話だね。なんだ、見せろ。え、どんなん、どんなん、うわー、すげー。おいお
いや、こんな狭い、向こうに緑があるのね、びっくりした。この砂浜だけが島に見えた。え、すごい、めっちゃ綺麗なんだけど、素晴らしい。え、すごい綺麗。私 DS でしかやったことなく、 3DS しかやったことなかったから、めっちゃすごい。え、画質めっちゃ綺麗なんやけど、あのし、なんか、え、名前が全然わかんねえ。これ、今のそれ彼女ってこと？おい、夢が広がりんぐやんけ。おい、ゴリラはいらん、イケイケやもん。髪型が陽キャ。めっちゃ楽しそう。あのバクの顔怖く見えるやつ。で、めちゃめちゃ魚も綺麗。あ、顔、君可愛いね。たぬき開発すごい。イメージ。フィクション。見て。